こんにちは。ようこそ奈良村へ。本日東大豊陽、4時間を越す豊陽となります。途中みこしを止めるところが8箇所、うち5箇所が給水場所になっております。その場所では十分に給水を取り、肩を使っていただきたいと思います。今回再生委員会のお計らいで、給水車が途中から帯同いたします。みこしの後ろについていただきますので、途中、水分が欲しい方は遠慮なく、水を補給していただきたいと思います。それから、宮崎に関しましては、横の玉垣を見せていただきます。何分には狭い、場所ですので、脇棒の方は、体を内側に入れて注意の内容を、受けていただきますようにお願い申し上げます。それから途上中、3箇所差し、宮入と4箇所ございます。途上中の差しに対しましては、みこし担当の号令のもとに、差しを合わせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。次に、お聞きのように緑テープ反転、緑のたすき、赤のたすきをしている者がおります。緑のたすきは、交通担当です。大通りには、ロープの針に従って怪我のないように投与してください。赤のたすきは神輿全般、それから救護となっております。向かって、右が、救護のドクター池田さんです。池田さんは神輿を担ぎながら、皆さんの安全をお守りしますが、ドクター池田、神輿に夢中になりますと、役割を忘れるときがありますので、何分にも早めに、調子悪い方は話をしてください。次に、今回神輿担当の中から3名サポート係を設けました。これは、今回初めて担ぎに来た方に、今日肩を入れられなかったって帰らないでください。必ず担いでいただきたい。そのために今回、目立って、右から山瀬さん、玉木さん、深井さん3名が、肩を入れるタイミング、リズムをアドバイスしていただきます。時には一緒に入っていただけますので、遠慮なく声かけをお願いいたします。それでは見渡しの時間といたします。沿道のギャラリーが羨むような威風堂々とした活動をしてください。そして大いに楽しんでください。以上。Thank you.